はい、どうも、アンステーブルです。では、続きをやっていきたいと思います。今、先ほど、この扉の、なんていう？鍵を、開けたんで、ハロー。やったー。あー、また。まったくもか。なんか前回と違うっぽい。後ろから、あはははは。そうだね。あ、はい。そのままで。そうだね。なんでちょっとリンク何やってんだリンクったらもうはいもう一回ちょっとがまだはいもう一回ですじゃあまたはいはいはいもう、三度目はない。三度目は、絶対、今回は、ちゃんと、というか、そういうことじゃなくて、そもそも。ここまで行って、じゃない？やっぱ。そう。そして、ここからは、ここから行けばね。はい、わかりました。これは、その、なんか、紫色、なんだかな。この辺。はい。うわ、また。またかよ。そして、そうだね、なんか敵が、まあ、ダンジョンだから敵が多いのは当然だけど、あれ、ちょっと石板がまたありました。何？地図 OX で、消されし、なんていう、宝を、撃ち抜く時、道が明かれる、神殿の地図は、中央の部屋にあり。そう。はい。ていうか、今は、そうか、今まで行った部屋しか、見えないという状態で、これは、またその部屋。あ、そうか、中央ね、あ、これもしかしたら今回こそゴマダレでした。ダンジョンの地図を手に入れた。やった。全体が分かるようになり、まだ行ってない部屋も知ることができる。嬉しいね。おお、そこまで広くもない。宝箱の位置も書いてある。早速チェックしてみよう。ということは、コンパスとかはないかも。マスターに報告。この、一体の地図を手に入れました。それで見るな、はい。この位置と鍵の状態、宝箱の位置と、なんていう、開閉の状態、X 印など、
を、確認できます。すごい。ただし、このように、閉ざされた、空間では、のるしは使えないようです。ご注意ください。うん。まあ、それは、なんか使おうとも思わなかったし。じゃあ、早速、この X を打つと、道が開く。ということでしたね。ものが、石板が教えてくれた。ここだよね。そこ？あ、雲が復活しないのはありました。こんなとこに。パー！あー、そうか。ここにもあった。あ、そうだった。さっきもあったけど、そうだったわ。なんか意味わからず。で、今回はこの中央の部屋にも、とはいえ、鍵は持ってないよね。だよね。じゃあ、でも宝箱は、ここに、確か。宝箱なら、鍵があってもおかしくない。てか、じゃあ、ではまた雲かよ。雲が嫌い。そうだった。そこにはどうやって行ける？あれ？もう一つの道がある。そうか、じゃあ水のおかげでそこに行けるということかもしれないと推測します。はい、的な言い方で言ってみると、どこ？あそこ？多分、ここじゃない。どうやって、あれ、あ、そうか、ここにもあった。はい。君には死んでほしい。があってもなんか意味ないよね。本当に欲しいのは、あ、ちょっと盾が心配だけど、スペアがあるからな。なんとかなるでしょう。マットお前か。あ、そうだ、忘れた。そう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 。そして、ゲッ。違う、ゲンク、何やってんだ。来た。怖い。まとまいか。これは何？魔力で生み出された見張り板です。はい、尖ったものの、そうでしょ。あ、そっかそっか、そうだった。ツルツルの目玉は奥で繋がっていって、ずつずつの目を回されることに、なんていう、体勢がついてると、はい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 、大きく大きく大きく。違うか。あ、そうか。あれ？一つずつじゃなかったっけ？あ、そうか。え？
はい。ここだと、ああ、そうか。この、苦悩が、いった位置に。うん。やったー。小さな鍵と丁寧に立てた鍵のかかった扉を、開く痛みの鍵。ここでしか使えない。なるほど。じゃあ早速、なんか早速言い過ぎだね。なんか。そうして飛べ、また飛べ。いや。おおお。結構大きな部屋。扉もある。あれ。何回ここ一回だっけあれゼルダが、の気配。わかった。わかった。おぉ。やっぱりここ、おぉ、何なんか厨房みたいな。何そこが、多分、なんかボス、ボスの鍵みたいな。そんなのないかもしれないけど、わかんないけど。おおお、これが欲しかった。はい、横から、そしてバーンじゃなくて、バーンじゃなくてこう、うわー何すんだ、リンク。はい、そしてバーン行かない、バーン。はい、これを練習しないと、意外とそこが何に、あ、そうか、雲一応セーブ。しかし何、じゃああれだよね、しようか。絶対あるかと思ったけど。ああ、来た。コウモリ。おお、ハートは嬉しいけど。なんで気づかれた。死んだ。はい、ここは入れん。おお、れ、なに、ハートツアーのかけら、かけらというか、聞いた、やれ、あ、そうか。じゃあここ鳥のモニュメント、あ、あれ扉あったっけ、なんか、その、扉のモニュメントに、こう、切り取られて、あー、ちょっとチャンス逃したな。いや、あー、もういいや、あんたたちは。いや、ここも、入ってない。はい、入れない。ここはなんか、熱湯印とか、ないね。だが、そこに何かある。っていうか、音楽がもうすごい。敵を倒して、なんかありそうなものは別に何もなかっ
からないけど。ドルフだ。はい、知ってる知ってる。だから知ってるってば。あー、めでたい。はい、エコから。そして、じゃあじゃなくて、じゃあもう一回。痛い。はい。出た。ちょっと難しい。まだ、まだ、ちょっと。どこにも入れないじゃないか。何？ここは？あれ、これ来た道じゃないか。来た道です。ここもダメ、ここもダメ。あれ、あれスイッチ？そっか、早く気づけよ。もうちょっとね。おお、じゃあ入る入る。あー、ちょっとミニボス？ですね。怖い。何？超強そうだけど。その。あ、わかったわかった。うわぁ。ああ、わかった。そこから。そしてそこから。じゃなくて。待って。うわ、はい。そして、はい。そして、はい。はい。だって、だって。って。なんで笑ってるの？違うで見てる。ああ！めっちゃ痛い。ハート欲しい、ハートない、もうハート、あった。おお、あ、ちょっと、お、倒した？意外に簡単。あー、ということは普通のスタルフォースはそれ？多分それミニボスといっても後で普通になるみたいな。ビートルを手に入れた。十字サイズに空を飛ぶ不思議な力を、潜めた、なんていう、虫型のアイテム。リモコンを、画面に、向け A で飛ばすことができる。使っているコントロールにずれ、あ、はい。ビートル、こんなの見たことない。新たなアイテムを入手、羽を持つ、虫型の、なんていう、形状により、空を飛ぶことが可能とする。そのシャビは春の通信。遠隔であり、操り、ああ、はい。先端のハサミで、細かいものを切ったりを、小さなものに、あ、そう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 か、その、さっきの箱とか、はい、使い方を、はい。うん。おー。あ、ごめん。でも、あれだよね。ここで、またあのスイッチを。打てばいいでしょ、また。これ、あー！あ、大丈夫だった。ギリギリ。うん。ありがとう。
ああ、仕上げにアート取ってほしい。ああ、取った。でも。おうおうおお。いや、違う違う。だから、しまおう。開く。あ、とりあえずそのビートル手に入れたんで、あと多分時間もあれですから、ここでカットしたいと思います。お疲れ様でした。